今回は町で長年愛される名店のずっと受け継がれてきた味を紹介する奇跡の食堂です。今日紹介するのは中国料理なんですが、よく聞く北京料理、四川料理、上海料理ではありません。地域によって独自の食文化がある中国料理、その中でも今日は古くから貿易の中心地として栄え、世界中の食材や料理が行き交うという地域性から生まれた点心料理です。日本人にはあまり馴染みのない、そんな料理が食べられるのがこちらの中国料理周宝です。こんにちは。こんにちは。すごいキラキラしてますね。中国のものがたくさんありますね。本当壁も綺麗。綺麗。でどんなお料理を出してくれるお店ですか？あの天津料理として。天津って言ったら天津丼みたいなね、それをイメージしちゃいますけど実は天津は天津丼はないですね。これないの？はい。実は日本の中華料理の定番天津丼は日本が発祥。もともとは天津にあった卵料理をベースに日本人向けにアレンジされたのが起源なんだそうです。天津はあの貿易を集中してるあの食の都なので、四川料理のカチンと辛みがある料理と違って、辛み料理と甘み料理がいろいろ独自の進化。お店の名前が周宝っていうお店ですけれども、これどういう意味ですか？はいはい、周宝は宝を集まる意味なんですけど、はい、私の長男に母親がつけた名前なんですけど。ニックネームって、はい、そうです。お客さんを宝物として来ていただきたい。この店を開くときに一番先にこの名前を考えました。そんな家族の名前がついた大切なお店の店長を現在任されているのが天津生まれの田中由里さん。中国人の父と日本人の母の間に生まれ、料理好きな祖母やお母さんの後ろ姿を見て育ちました。28年前、両親が日本に移住するのをきっかけに、ご主人の勇さんと共に北海道で第二の人生を歩むことになったんです。北海道に来た時に右も左もわからない不安でしたね。でも日本人の友達ができたら、お料理が作ってあげたりとかすると美味しいって言われて、とても嬉しかったですね。そしてじゃあお店を開いて頑張ろうと思って、ですぐ主人も中国に戻って調理師免許を取ってくれました。こうした2人の熱意が実を結び、2001年、中国料理周宝が誕生しました。お待たせいたしました、はい、なんか酢豚のような香りがしますね。辛み、甘み、酸味もある料理です、これぞ天津、はい、こちらの油香豆腐はカラッと揚げた豆腐と豚肉に野菜がたっぷりと入った天津の代表的な家庭料理。少しピリ辛みたいだけど、北川さん大丈夫かな？しっかり塩味効いてて、最後にピリッときますね。揚げ豆腐だからじわっと油が濃くなってて、で酸味があって、ご飯が欲しくなる。ヨンシャンっていうのが魚の香りっていう名前なんですね。なんか魚の要素というか何か含まれてるんですか？入ってないです。魚が入ってないけど魚の料理の香りはします。魚は入ってないけれども、魚と書く。もともとこの料理のタレはその昔中国で魚の煮付けなど魚料理に使われていたものでしたが、不漁の際肉料理に使い始めたことから魚料理の香りのするタレと名付けられたんですって。面白いよね。一般的な料理なので地区によって味が違うんですけど、天津の養蚕だと塩味とかちょっと甘みとか酢を使って酸味もあります。日本人は甘みのものを好きなので、辛さがちょっととして甘みを出すようにはしていますね。お野菜とお肉は、お父さんのものを使っています。そうなんだ。中でも特にこだわっているのが玉ねぎ。三笠で4代続く農家のご主人が自ら配達してくれる良質で安心安全なものを使っています。このお料理を
作ってるのはどなたなんですか？これうちは10年以上いるベテランのシェフです。うちのオーナーが天使に行って面接して、天使の方が作られてるんですね。忙しい時にはゆりさんやご主人も厨房に立ち、連携プレーで素早く料理を作っていきます。これもお互いの信頼感があるからこそできることだよね。そして田中夫妻が家族のような付き合いを大切にしているのは厨房の中だけではありません。お客さんと仲良くしたいっていう気持ちで話してるうち、お客さんたちの好みを覚えて、お客さんはお家に帰ってきたという気持ちで喜んでくれる姿がとっても嬉しいですね。お客さんはいい客さんばっかりなので、うん、私の話をよく聞いてくれるお客さんです。僕が高校生の時から来てるので、学生の時困った時とかも話聞いてくれましたし、それぞれの喜びとか分かち合ってくれるような、もう一つの実家みたいな場所ですね。ひき肉ラーメンです、ね。乗ってるのはひき肉、キャベツとキクラゲ、はい、キャベツ珍しいですね。キャベツラーメンにはね、これは小籠包とかに入っているスープがジュバーって入ってきた感じの、すごい。お肉も柔らかくて味付けしっかりしてて、あの塩味だけれどもしっかり味付いてますよね。そうですね、豚バラを刻んで出汁を出して。具材となるひき肉は丹念に刻んでミンチ状にした道産豚バラ肉を一晩熟成させます。そしてその肉の旨味が飲んだ時に口いっぱいに広がるスープに仕上げるため、豚骨と鶏ガラを4時間煮込んだ出汁の中にひき肉を混ぜています。もともと肉団子のスープは中国の家庭でもよく食べる料理なので、このオーナーがこの本場の味を食べてもらいたいって考えて、日本人はラーメンは好きなので、あのアレンジして日本人を食べやすいこのラーメンを作りました。ここでゆりさんがお店の看板にも書いてある州法を代表する料理を出してくれました。お待たせいたしました。豚肉白菜の焼き餃子です。この羽がね、難しいですよね、色だよね。これでお客さんたちが覚えてもらいますので、羽付きにしました。あ、そうなんですか。ほっほー、それがもったいないよね。白菜の甘み、すっごく感じますね。そしてあんにしっかり味付けしてある、ね、白菜だとあんの中で存在感ありそうじゃないですか、うん、はい、だけどお肉の中にしっかり、うん、はい、あの馴染んでますよね。白菜だとあの癖がないので、うん、肉の旨味を出す効果はあります。白菜は細かく刻んだものを数時間置き、水分を抜くことで肉汁の味わいがしっかり溶け込んだ旨味の強い餃子に仕上がるんです。醤油と塩で種にしっかり味をつけるのが天津流の餃子の作り方。そこにこちらではラーメンのスープを加えているためジューシーになるんです。日本の餃子に多いニンニクやニラは一切使わず、代わりに入れているのが生姜とネギを使って、うん、生姜は体が温まる効果もありますけど、はい、冬これからの時期もね、うん、ぴったりですね。いい、最初白菜の甘みを感じて、お肉の滑らかさを感じて、でずっと食べてると本当生姜が来るよ。私こんなに餃子で味わったことないかもしれない、うん、いろんな味を。中国では、はい、あの家庭で家族でみんな一緒に作るものなので、私小さい時によくおばあちゃんと遊びながらやってました。じゃあこれは天津の田中さん家の餃子ということですね、はい、でもこのしっかりとした味付けは田中さんが一人ではないですよね、主人二人で。そうですか、じゃあちょっと呼んでいただいてもいいですか。はい、はいはい、マスター、再び登場。本当美味しかった、うん、それぞれのメニューでそれぞれの個性がありますね、うん、そうです。僕長いから味は全部日本人と同じになる。一緒だ。そうそう、まあ、人生ね、一番楽しいの仕事で、これから頑張ってお客さん来てくればすごい嬉しいですね。お客さんを大事にすること、ここに来てお客さん満足して笑顔で来て笑顔で帰ることが私は一番嬉しいです。お二人、
これからもお客さんたちが実家のように落ち着けるお店を作っていってくださいね。